次に陸中弁天虎舞の皆様をご紹介申し上げます。どうぞ。どうも、陸中弁天虎舞です。先ほどね、今回3月11日 の、 大震災から半年過ぎてからいろいろあったけど、ようやく無事祭りなんとか今終えてきて、ここでまだ皆様にこのこれからの復興を願ってまた踊りたいと思いますので、みんな一緒に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
でありますので、どうぞ皆さん。